どうもこんばんは、こまめだです。予想オロチ3引き続きやっていきましょう。で、前回なんですけど、前回はガイアの大地の力、大地の記憶を呼び覚ます力を使ってオーディンの動向を探ってはよっていうお話だったね。で、次も、まあ、その力を使いつついろいろと探っていくんだよね。でですね、その前回アテナがですねめちゃくちゃ強くて無双だったんだよね、本当に現段階では稲姫よりアテナの方が強いぐらいな感じなんですけど、でその理由が武器なんだよね。武器がめちゃくちゃ強いのを手に入れたから、その火力全振りで属性もつけてってやってたんですけど、こうなったら稲姫の武器も欲しいなと思いまして、稲姫の武器を手に入れるためのステージを解放しようかなっていうところではあります、今ねで、この英傑獲得戦と腕輪争奪相関戦かなをやると出てくるっぽい雰囲気はしてるんですけど、この英傑獲得戦の動画のデータが壊れちゃってその映像を お見せできないんですけど、こちらはクリアしました。はい、なのであとこれをクリアするだけかなっていうので、こちらをやっていきたいと思いますね、今回は。はい、これも見せたかった本当はで、今回動かすキャラクターがちょっと珍しく主人公格の雪村をね動かしたいと思います。一回動かしたことはあるのかな、まあ、動画外なんですけどね、まあ、普通に全然強いキャラクターではあると思うので、腕輪の力もあるし活躍できるのではないかとっていうところなので、腕輪総幹線やっていきたいと思います。まあ目標は稲姫の武器を手に入れるだね。大きな切り札となる腕輪、菅銀平はその腕輪を見知らぬ男に騙し取られてしまう。あってはならぬ事態に彼女は途方に暮れていた。何やってんだよって言った記憶あるもん。そんな菅銀平を励まし腕輪を取り戻すべく立ち上がったのは、正義を信じる馬長、馬長いいやつだな、悪党の心理に詳しい法政であった。それは彼らは手がかりもないまま腕輪の捜索を開始する。悪党に近いから詳しいのかな、どっちなんだろう騙されて大事な腕輪を取られるなんて本当にごめんなさい。いやいやいや大丈夫だよ、そんな時もあるさ。落ち込む必要はないぞ銀平、悪いのはお前を騙し腕輪をくすねた悪の輩、俺が正義で裁いてくれよ。そう、騙したやつが悪い、騙されたやつが悪いっていうね言葉もあるけど、奪われたものは結局は騙すやつが悪いんだから、当然奪い返します。ありがとうございます、皆さんどうか力を貸してください。まあ、なんなら銀平一人でも取り返せそうなんだけどね。しかし腕輪に手を出すとは度胸の座ったやつだ。確かに、一体どんな悪党だか、誰が出てくるんだ。まあ、ネタバレになるけどね、この辺を見ていこう。あ、でもあ、ネタバレできない、だいたい敵軍もいるんだけど、なるほど、ここにもいないしね。まあ、じゃあやっていこうか、雪村の活躍初めてお見せするかと思います。頑張っていこう。はい、大事な腕輪を盗まれるなんて、木村なんとか取り返さなくちゃ。真っ赤っかだな、人のものを奪うなど言語道断、馬毛騎が探し出し正義の鉄槌を下してくれん。馬長めっちゃ切れるやん。俺も行きますよ、恨みはきっちり晴らさなくては。なんか恨んでんのコースで。あそこに民がいるぞ、怪しいやつを見なかったか聞いてみよう。誰かいなく、うん、民じゃねえな。すみません。お前民じゃねえな。見かけませんでしたか？あれ松永、松永義久的な名前だった気がする。
悪人面の男が砦の方へ行きまして、お前やん、完全にお前やん、一つや二つ取ってる顔でした、まちげえねえずっとの情報を急いで追いかけないと、絶対お前やん、怪しいの、あの男の眼光の鋭さ、どこ行くの、通りすがりの民とも思えんな、まあ行こうか、あ、銀兵がいる、待って銀兵、待ってよ、今回はこうやって歩き回るのが多いのかな、うわ敵じゃん、びっくりした、じゃあ雪丸入れてやっていこうか、よいしょ、ほら、あれ攻撃速度なんかそんな速くないの、いけてて、あ待って、武器変えてくるの忘れたかもしれないな、よいしょ、あちゃんと、あそうか、迅速っていう属性つけてないから遅いんだ、これちょっと一苦労しそうだな、いやいや、いけてて、よいしょ、でも強いね、十分、今のひどい技だな、よいしょ、おーかっこいいこれ、よいしょ、もう進める？じゃあ出発。お、かわいい。じゃあ出発。もっと先へ行っちゃったのかな。うわー敵いるな。よいしょ。お、これかっこいい。出てて。やりますね。これでも感心しているのですよ。そう？ここを通るつもりか。おー、いるな。出てて、追加敵、力いっぱい頑張らないと、よし、いや十分倒せるね、ちょっとスピード、攻撃スピード遅いけど、よいしょ、ほら、さすが見事な働きだ、一応主人公格だからね、よいしょ、それにして投げかわしい、倒そうリジン、あいるね、どの世界にも悪に手を染める輩がいるとは、できれば腕輪の力を使って正義だけで世が立ち行くと、派手な戦闘にしたいね、悪党も必要ですよ、あ、出た立花銀次を、悪は全て打ち砕かねば、よいしょ、やはり現れたか、貴様らの狙いは腕輪だろう、盗賊め、そのためです、大事な腕輪を探していて、危ない、嘘、危ない危ない、盗賊じゃないよ、俺往生際がいいな、じゃあお縄についてもらおう、よっ、ここまで取り込む無駄か、当たってる、あ、そうじゃ、当たってないじゃん、伝えるしかない、300ポンもまた貯め直しか、あの聞いてください、これ貯めやすいな、盗んだんじゃなくて盗まれたんです、そうだよ、盗まれたんだ、頭かてえな、お、これで当たるか、よし、当たった当たった、よし、オッケー、あ、仲間になったもん、騙されてんな、眼光鋭い悪人面の男か、あいつじゃん、やっぱり私を懲らしめてほしいと懇願されてね、何か裏がありそうだとは思っていたが、さてはその男が腕輪をくすめた盗っ人か、そう、やつはどこに、かっこいい、炎じゃん、立ち花をたばかるとは、あの男、我らも共に行こう、立ち花をたばかった、仲間になってくれた銀千代たちが、その前に一言謝るべきだな、二人とも立ち花、お嬢さん方疑ったりして悪かった、いやいや大丈夫ですよ、騙すやつが悪いんだから、よっしゃ、じゃあ行こうか、何も知らねえだ、やめてくれしらじらしいな、よし、こいつを倒しつつ行くか、よいしょ、この技ひどい、よくわからないけ
人を倒せばいいんですね。すごいな。だがお前ならもっとやりなさい。この技かっこいいよな。さあさあ松永さん、宝を盗んだ腕輪の力だ。もう半分削っちゃった。つまらんものか。正義は数に決まっているだろう。ほら、いや面白い。え、かっこよ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。やべ、雪村かっこよ。見直した。あなただったんですね。返してくれませんか。ほら、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。逆光が激しかったね。落着だ。お、お約束通り大悪党には成敗されても。左下のあの雪丸のアイコンがかっこいいな。覚えておれ。おお、かっこいい。炎ってのもかっこいい。言えなかった。炎ってのがかっこいいよね。お、撃破に成功。でもまだ終わ、うわ、あ、そっか、孫悟空が出てくるって言ってたもんな。おとなしく孫悟空様に渡しやがれ。くっそー、妖魔か。ここで妖魔の大群。戦ったばかりでヘトヘトなのに。いや、この雪村さんは元気ですよ。どうする正義の味方諸君。楽しむな。地獄を抜けるには悪党の力を借りねばならん。開けて。助けてくださいと頭を下げるか、妖魔にやられて会えなく最後を遂げるか。いや、お前の力なんか使わんでいいの。頭なんか下げるもんか。そうかな。奴らの狙いは腕輪、つまりお前だ。さあ、あ、なるほど。助けてくださいと言ってみろ。お、開いた。でも悪党だからスパッと言えちゃう。よいしょ。どうかお助けよ。身により情報もありますよ。素直だな。潔がいい。この先ちょっと固まりすぎてる。いや、強っ、かっこよ。もうかっこいいしか出てこない。雪村もかっこいいんだな。よいしょ。強い。いいね。孫悟空を倒すのか、最終的には。この状況ではやむを得まい。お、敵がいっぱいいるね。悪党を一人にするとろくなことはありませんよ。この技強い。いいね。いい戦い。いいね。くれ。くそ、手数が多いな相手。今私は機嫌が悪い。妖魔全員切り捨ててくれ。銀千代さん機嫌悪いんだって。みんな近づかない方がいいよ。ということで俺も少し本気を出そう。おお、頑張ってくれてる2人が。じゃあ雪村も頑張ろうぜ。もう十分頑張ってんだけど。おいおい、向こうが騒がしいじゃないの。俺も混ぜてもらうぜ。楽しいところに行くの好きだもんな。あっちにはどうやって行くんだ。我が輩のために髪を振り乱し、キャラに戦っておる。おーし、固まってるね。固まってるときはこの技だ。腕輪を手に。かっこいいやつ。もう一気に敵将全員倒した。4人ぐらいいたよね。相当強いです。よいしょ。からの、実は消しかけておるな。お主も相当の悪いよ。いたいた、僕。貴様にしては上出来だ。出て、あぶねあぶね。強いんですね。どこに筋肉を隠してるんですか。燃やしネロ、鎧の下だ。かっこいい。どちらの筋肉が上か、後で見比べてみるか。いいね。筋肉自慢するなよ。俺が判定する。出て出て。おっと、そんな怖い目で見るな。おっと、待った、危ないぞ。冗談だ。あぶねあぶね。俺様の目を盗んで何してやがる。ほら、どうした。よっしゃ、分身だったの。まさかの展開。分身だったのかよ。お宝が取られちゃう。大変。やばいじゃん。倒さないと。急げ急げ。危ない。気
やめろ。俺は300コンボしたいだけなんだ。あとはカオソリジンを倒すだけ。いけ。ふぅ、これでもう一回腕の力が使えるぞ。いてててて、工場長、こう見えて触りたくなるぐらいすごい筋肉なナンパすんね。気持ち悪いナンパの仕方だな。それじゃあこっちの敵もお願いします。よし、じゃあもう一回やるぜ。よいしょ、物の封印ここに示さ。かっこいいやつ、かっこいい。よいしょ、いけ。燃やし尽くせ。かっこいい。お前の戦は俺の闘争。まだ色孫悟空、そっか、分身だからか。ならもう一回やってやるぜ。ここに示さん。かっこいいやつ。今のうちに逃げないと。終わった。よし、脱出地点へ向かえばいいんだね。え、増援到来だって。我が輩のおかげで撤退できてよかったよかった。じゃあさらば脱色。おい、どこ行くんだ。待ってください、腕輪を返してもらえませんか。おお、そうだったそうだった、おじさんすっかり忘れてた。本当は持ってこうとしたくせに。我らも共に。めちゃくちゃオーラが強そうな、オーラまとってる。うん、いやでもなんとか倒したね。なんとか、いやなんとかってほどでもないか。意外と余裕だったね。一時はどうなることかと思ったけど、無事に腕輪を取り戻せてよかった。あ、よかったよかった。これで安心してたっぷり眠れそう。おーおー、なんと能天気な娘よ。これならいつでも騙し取れそうだ。やめろやめろやめてくれ。今なんと言った。お、この男根っからの悪党のようだな。まあ俺たちがそばで見張っていれば大丈夫だろう。そうだね、というわけでこの二人が目を光らせてくれれば大丈夫そうだ。それは心強い。これからも共に悪をくじき正義を貫こうぞ。橘の戦に負けはない。おー、橘の二人が仲間に入ったね。雷神風神、悪党は悪党好きかね。乱世の大悪党だって。お、S 取れた。うまくいったか。うまくいきました。やりました。よっしゃ。ふう。なんとか倒したので。これで解放されたんじゃないかな。会話が始まれば。ウキン様、イナ姫様、来た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 。こんなところで何をなさってるんですか。そろそろ始まりますよ。来たぞ。そろそろって何のことですか。可愛い、喋ってるだけで可愛い。宴ですよ宴。皆さんもう向かわれてます。急がないと酒も料理もなくなってしまいますよ。それじゃあ私もお先に。宴、危機迫るこんな時に飲んで騒ぐだなんて不埒です。いいじゃん別に。この手たらく、危機感を覚えているのは我らのみか。稲殿、ここは二人で陣内の風紀を保たねば。どっちかというとずれてんのがこの二人なんじゃないかな。いいじゃん、たまには宴してもみんなで、はい、お、来た宴の監督者。これはん、なんだ、どういうことだ。小教が置き手紙一つ残して消えてしまった。もう一つのサブストーリーが始まったのかな。始まったというか解放されたんだね。ちょっとお出かけしてきます。秘密作戦だから絶対追いかけてこないでね、小教より。もしも小教の身に何かあったら。だが手紙には来るなとある。大丈夫だって。私は一体どうすればいい。心配しすぎだろそれは。それは心配しすぎだよ。戦場を混沌で染め上げてやろう。
あ、これで解放された。五章だったよね。あった、宴の監督者、ユニーク武器のとこにウキンと稲姫がいるから、これをやれば、これをやればってか、これをやるときに挑戦目標を全部達成して稲姫を参加させておけば、このユニーク武器、強い武器が手に入るので、いやー、これで稲姫がまた最強の最強へと一歩近づくね。だいぶ最強なんだけど。じゃあこれはちょっと短めですけど、今回終わって次回の動画にしようかな。うん、なので、はい、ということで今回はね、悪党懲らしめていきましたね。仲間になったけど、で雪村が案外強くてかっこよかった。うん、ので今後も使ってもいいかなぐらいかな。一応育ててはいるので、いつでも使えるとは思うので、気が向いたらまた動画でお見せしようかなと思います。はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。